はい、どうもおはよう会ガチンコサイクル TV 特派員スーナリオ会スーです。はい、今どこにいるかと言いますと、ちょっと分かる場所あるかな、ちょっと分かる方は分かると思うんですが、菜の花台の、はい、展望所におります。今日はですね、ゲストが、はい、ゲストがおりますので、映したいと思います。はい、どうぞイエーイって、イエーイお名前何ですか？ふうかです。はい、ふうかちゃん。で、自転車仲間のパパです。パパです。自転車仲間のパパさんの娘ちゃんの、ふうかちゃんです。今日はですね、一緒に矢櫃峠を登ろうということで、はい、登っていきたいと思います。頑張るぞ。おおそれでは行ってまいりますすごい、ジャージも親子でお揃い、かわいい。よし、行くぞ。レッツラゴー。今ってさ、学校ってさ何時間授業とか？ほとんどが6時間。ああ、やっぱそうなんだ。4時間授業とかない？あんまりない。なんか先生が出張とかの時はあるけど。ああ、そういう時ラッキーみたいな。うん、じゃあ基本6時間。うん、そっか。なんか1年の初めの時とかはほとんど4時間だけど、うんうんうん、高学年になる道でもう毎日6時間、うん、得意な科目は体育。ああ、いいね、いいね。お将来有望じゃないですかこのペースだと余裕、うん、お、ちょっと行ってみる。ちょっと上げてみる。あ、やばい、サイコンつけてなかったうちつけてるよ。つけてる。時間をどれぐらいで登れるか測りたいな。どうする、ちょっとペースアップしてみる。自分のペースで。お、いいね。いいよ、前引いていいよ。あ、ちょっと行けるとこも行ってみる。まあでもまだあるから、ね、無理はしないよ。 2.5 ここか、あそこから3キロくらいですよね。3キロぐらい。でもね、1年生の時やったらもうとっくに足ついて水飲んでたね。あー、すごいね、大成長してるね。今日が初めてのスポーツバイクでの登山らしいです。いいですね、しっかり足も回っております。いいよ。鈴が1個も鳴ってないです。そう一応鈴ついてますスズナリ妖怪、今ちょっと今スズナリ妖怪ジュニアっていうのをちょっと増やそうと思ってこの鈴もう結構何年か前からつけてるいや、もうそしたらなんなら私より先にね、あの先代かもしんない。いや、そうだなスズナリ妖怪鈴つけてんだよっていう話をしてつけたもん。あ、そうなんだ、そうなんだすごい速くない？もう1キロ登ってます。おあと3分の2 おい、あと2キロぐらいかな。そうですね、あと2キロくらい。頑張れ。結構キッズレースとかやってますよね。キッズレースね、何回か出たね。あ、出たことあるんだ。なんかそれ袖ヶ浦とか。袖ヶ浦も出たか。お、ダンシング。ダンシングもしてる、しっかり。あ、ドラップダンシングした時に今鈴なりますよね。なった今いいよ、軽快なペダリングです。まだ全然使えてない。ちょっと使えてない、うん、ちょっと使えた。いや、結構いいペースだよこれいや、めっちゃいいペースですよ。30分切るかもよ。前は1時間だっけ。1時間過ぎぐらい。多分ちょっと超えたよね。今もう3分の1終わってますが、まだ10分です。めっちゃハイペース。ほら、30分切れるかもしれない切れんじゃないですか切れそう。一応目標は30分台にしてんだよね。あ、そうなんだ。じゃあ今日もう目標達成できちゃうんじゃないあ、でもあと 1.5 キロぐらいかな。そうですね、もう半分まで。ふーちゃんすごいぞ、半分まで来たぞ。すごい。前と全然違うでしょ。う
前はクロスバイク、うん、なんか子供用のマウンテンバイクみたいな。あ、重いし、あのこれより重いと思った。これはよくむしろ登りますね。矢吹の上は何回か行ったことある。その時だけか。あ、2回目か。サンタさんがくれたんだよね、マウンテンバイクね。あ、そうなの。それいつです、今年。その1年生の時ね。あ、そうなんだ、そうなんだ。うちはなんか頼んだものが全然来ないんだよね、サンタさん。一回も来たことないね。その時何頼んだの。え、わかんない。でもなんかお兄ちゃんもね、なんか DS が欲しいですとかって言って、はいはいはい、朝起きたらロードバイク置いてあったりも。そのサムさんね、ロードバイク乗ってるわ。そう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 、ロードバイク乗って、その時ね、多分ロードバイク乗ってきてるね。あのトナカイじゃなくてね、トリとかじゃなくて。すごい、なんか全然勾配上がってもペースが落ちない。うん、すごいっすね。頑張ってる。暑いね、今日すごいね。一応刺すところはある。一応ある。そうですよね。私も1個前のやつあれでした、あの横抜きしか入んなくて。ああ、横抜きだったら確かにいけるかもしれない。あ、でもフレームサイズちっちゃくて横抜きしか多分いけない。ほい、ゴー。今日も車運転してて、はい、パパ眠いとかって言われて、はい、うん、ちょっと眠いって言ったら、眠い時は硬いもの食べるみたいな。やばい。見てる。私の YouTube 見にくれてるの、さては。パパ今スースーするガム食べてんだけどさ、ダメだよ。ガムじゃないよね。硬いもの食べるんです。ただ眠気はつくつ取れません。今日最後の YouTube 上がるんで。あ、そっか。練習してきました。早すぎる。なんか早すぎるよ。いいね。早すぎるよ。もうあと500メートルくらい。おお、そこまで来た。もうあとカーブ何個かなんじゃない？次もう一回左急カーブの看板が出たら、こうカーブして、そこ曲がったらゴールだね。おお、すごいな、早いな。鳴ってる鳴ってる鳴ってます。可愛い、音が可愛い。乾いた感じ。私はうるさいんだから、うるさいからあんま男子にしたくないのよ。最近ね、撮ってました。鈴出し用件しふうちゃん、これ下から行けるね。行けそうですね。あそこの身の毛がね。そう、身の毛がやっぱり、ね、あそこの坂だけを越えればね。そうそう、だったね、うん、いや、いけるいける。全然いけます。右急カーブでもう一回左急カーブが出てくるから。そしたらもうこうですよね、終わり。そうだね。いや、すごいな。余裕だね。左急カーブ来たぞ。ここを曲がったらもうあとちょっとでゴールだから。そう、カクッと最後上がるけど、最後だけ。お、もうゴールだ。よし、早い、あとちょっと。25分切っております。おお、早い。まだ22分ですよ。大幅自己ベストじゃん。すごいすごいすごい。ふーちゃん3倍ぐらいの速さになったな。早すぎます。よし、ここを登ってもう終わりだ。最後ここはきつい。よし、ダンシング。おお、お、早い。お、すごい。見えたー、すごいよー。おー、すごい。いや、すごいっすよ、ほんと。イエーイ。
頑張った頑張った。さあタイムは、23分57秒。おら。あら早すぎ、これつけてる。あ、グローブ、グローブ取っちゃってもいいよ。すごいな、これはすごいね。いや、もう大健闘の結果。30分どころじゃなかったね。どうですか感想は。お、全然いけそう。次はどう、下から行ってみる。いけるんじゃない。1時間半かければいけるかもしれない。いけるよ多分この感じだったら。1時間半はあれかもしれない、ちょっときついそうです、あの坂があるから。そうね、でも2時間はかんない。2時間は切るね多分 ね。これが数年後とかに、私はこの頃から乗ってましたっていう写真とかで写るんじゃない。じゃあピースする。オッケー、よし、オッケー、いいね、素晴らしい。もうずっと撮りっぱなしだった。ありがとうございます。今まだ入ってます。はい、撮ってると思います。 OK Good job。 いいね。じゃあ下りますか。よし、はい、帰ってまいりました。どうでしたか今日は。めっちゃ疲れたけど楽しかった。楽しかった。じゃあ今度下から登るか。よし、じゃあ次下から登るということで、今日はね、でもね、頑張ってた風花ちゃんにプレゼントがあります。うわじゃじゃじゃん。じゃじゃん。なんだろう。なんか音が鳴ってる。なんだ。なんだ。なんだ。じゃ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 ん。じゃん。お。見えてるかな。はい、これでーす。鈴なり妖怪ジュニアにね、ちょっとしたいということで、私からのこのプレゼントで、はい、鈴をどうぞ。やった、ありがとうございます。おめでとうございます。はい、これでね、じゃあ鈴なり妖怪ジュニアになってくれますか。はい、よし。あ、え、鈴さんどこ行ってる。私ハンドルつけてます。あ、これマウントのとこか。はい、あ、ね、それでいけるね。これ、ね、でもリリリリうるさいから、あの、たまに撮った方がいいよ多分。これでお父さんのことあおあおあおればいいよ多分。後ろからリリリリってちょうどね、青が好きそうだったから。よかったよかった。これいいのかな。おーい、着きました。はい、よし、そんな感じでね、スーナリ妖怪ジュニアにするライド、これにて完でございます。じゃあ最後にご機嫌妖怪と、そう、ご機嫌妖怪で終わりね。せーの、ご機嫌妖怪。バイバーイ。